皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート246をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、星座。こんな夢を見た。広い長方形の部屋に自分も含め何人も並んでいる。一番前を見ると、そこには牛と馬と鬼を足して2で割ったような化け物が、2匹に大立ちして、人々の列を睨んでいる。列はどんどん進んでいき、その化け物たちが自分たちを制覇してるんだなというのが、次第に分かってきた。そしてあと2人で制覇されるのが自分の番というところで、化け物どもが何をしているのかがはっきりと見えた。自分の前の2人、1人は中肉中背の小面の男。もう1人は7歳から9歳までの痩せた女の子。化け物の前に立っている男を見つめ、その化け物が一言、全部、と言った。のぶとくねちっこい声だった。そうするともう1匹の化け物が、男の首根っこをつかみ、化け物の横にある人間がすぽりと入る大きさの穴に、その男を放り込んだ。すると硬いものと柔らかいものをすり混ぜるような轟音が響いた。化け物は次に女の子を見ると一言、2つ、と言った。そうすると前と同じように、もう1匹の化け物が女の子に近づく。またあの穴の中に放り込むのか。と思った瞬間。化け物が女の子の両腕をつかみ、ぐいっと力強く引っ張り、両腕とも引きちぎってしまった。女の子は当然のごとく大声で泣き。そうしてるうちに化け物と俺の目が合った。そこで夢は覚めたのだが、それからしばらく経って、ふと数年前のニュースを見ていると、強烈な体験にもかかわらず忘れていた2つの顔に、再び出会った。あの男と女の子。男の方は殺人を犯し、逃亡中に自殺した犯罪者。女の子の方は難病で、2箇所も移植手術を受けたのだが、1ヶ月後に死んでしまった。かわいそうな子。あれは何だったんだろうか。夢で地獄のごくりにあったとでも言うのだろうか。じゃあ男はともかく女の子は。そしてなんで俺がそこにいたのか。第2話、ファンレター。幼馴染から聞いた話。幽霊系の怖い話ではない。友人は某出版社に勤めていて、とある中堅の漫画家さんの担当をしている。その漫画家さんに送られてきたファンレターの話。ファンレターをバイトが宛先ごとに仕分けした後に、軽く内容物をチェックするのは担当の仕事。はがきや明らかに手紙しか入っていないようなものは、特に改めはしないそうだが、プレゼントなど何かしら紙以外のものが入っているものは、安全、衛生などの面から一応漫画家さんに持っていく前に、チェックをしなければならないそうだ。ちなみに少年漫画系だろうが何だろうが、やはり手紙やプレゼントを送ってくれるのは、女の子が多いとのこと。今連載している漫画には、マスコット的なキャラもいて、手作りの人形なんかを送ってくれる子もいる。その日届いた手紙も、紙以外にごわっとしたものが入っている感触があったから、そんな人形が入っているんだろうなぁと、微笑ましい気持ちで封を開けると、ガサッと、落ちてきたのは、大量の髪の毛。
し、思わず悲鳴を上げ、慌てて隣にいた先輩を向いたら、仕方ないな。という感じで、さっさとちりとりで紙を拾ってゴミ箱へ。先生には言うなよ。とだけ言うと、手紙を持ってどっかへ行ってしまった。後で先輩に聞いた話によると、まあたまにはこんな手紙も来るよ。ってことらしい。手紙はとあるキャラクターがとても好きだというような内容だったそうだけど、詳しい話も現物が返ってくることもなく、友人は一安心したそうだ。とにかく、心底怖かったというか、気持ち悪かったというか、なんかまあ、そんな感じだったそうです。あんまり奇抜な贈り物をしても、大抵ストップかかるよって話。第3話、遺言ビデオ。会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の、K というやつで、俺とすごく仲が良くて、家族ぐるみ、俺の方は独身だが、での付き合いがあった。K のフリークライミングへの入れ込み方は本格的で、休みがあればあっちの山、こっちの崖へと常に出かけていた。亡くなる半年くらい前だったか、急に K が、俺に頼みがあると言って話してきた。なあ、俺がもし死んだ時のために、ビデオを撮っておいてほしいんだ。趣味が趣味だけに、いつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際にはそれを家族に見せてほしい、ということだった。俺はそんなに危険なら、家族もいるんだからやめろと言ったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられない。時計はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は、撮影を引き受けた。K の家で撮影したらバレるので、俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックに、ソファーに座った K が喋り始める。K です。このビデオを見てるということは、僕は死んでしまったということになります。〇〇、奥さんの名前。バツバツ、娘の名前。今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味で、みんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。バツバツ、娘の名前。お父さんはずっとお空の上から見ています。だから泣かないで、笑って見送ってください。ではさようなら。もちろんこれを撮った時 K は生きていたわけだが、それから半年後、本当に K は死んでしまった。クライミング中の滑落による事故死で、クライミング仲間によると、通常、もし落ちた場合でも大丈夫なように、下には安全マットを敷いて登るのだが、この時は、その落下予想地点から大きく外れて落下したために、事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜、告別式ともに、悲壮なものだった。泣き叫ぶ K の奥さんと娘。俺も信じられない思いだった。まさかあの K が、一週間が過ぎた時に、俺は例のビデオを K の家族に見せることにした。さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が K のメッセージビデオがあると言ったら、ぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初7日の法要がある時に、C
親族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出した時点で、すでに泣き始める親族。これも供養になりますから、ぜひ見てあげてください、と DVD をセットし、再生した。ブーという音とともに、真っ暗な画面が10秒ほど続く。あれ、撮影に失敗していたのか、と思った瞬間、真っ暗な中に突然 K の姿が浮かび上がり、喋り始めた。あれ、俺の部屋で撮ったはずなんだが、こんなに暗かったか。K です。このビデオを、るということは、僕は、んでしま、ゆ、ります。まるまる、奥さんの名前。バツバツ、娘の名前。今まで本、ありが、K が喋る声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けている、ブーという雑音がひどくて、声が聞き取りにくい。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕はずあー、バツバツ、娘の名前、お父さん死んじゃっばー、死にたくない、死にずあー、見たくないよーわーばー、ザ。背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが、K のセリフは明らかに撮影時と違う、断末魔の叫びのような言葉に変わり、最後、K が喋り終わる時に、暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのが、はっきりと見えた。これを見た親族は泣き叫び、K の奥さんはなんてものを見せるんだと俺に掴みかかり、K の父親は俺を殴りつけた。奥さんの弟が、K 兄さんは、いたずらでこういうものを取るような人じゃないとなだめてくれたおかげでその場は収まったが、俺は土下座をして、すぐにこの DVD は処分しますと言って、みんなに謝った。翌日、DVD を近所の寺に持って行ったら、処分をお願いしますという前に、住職が DVD の入った紙袋を見るや否や、あ、それはうちでは無理です、と。代わりに、ここなら条例してくれるという場所を教えてもらい、行ったがそこでも、えらいとんでもないものを持ってきたね、と言われた。そこの神主、霊媒師によると、K はビデオを撮った時点で、完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年ながらえたのかわからない。本来ならあの直後に事故に遭って死んでたはずだと言われた。第4話、潔白。高校生の頃、学校にやたらと慣れ慣れしい用務員の親父がいた。当時、まだタバコにうるさくなかったので、校舎の日陰でセブンスターのボックスを吸いながら休憩するのがよく目についた。メンソールを吸うと立たなくなる、が親父の持論だった。親父がタバコくわえながらニタニタ笑って見てる。ルーズソックスが流行り、スカートの丈が短くなりだした頃、女子供はそんなことを言って親父を気味悪がっていた。見られたくなければスカートを伸ばせ。もしくは化粧をやめろ、その化粧を。我々オタどもは変に親父に同情しながら、マクロスセブンについて語り合っていた。異変があったのは、夏休みが終わる頃、バレー部の女子の一人の着替えがなくなったのだ。結構な騒ぎになり、全体朝礼で、自分から名乗り出てきたら怒らない。心当たりがあるものは、先生に言いなさい、
と体育の教師が言っていた。親父がクビになったと聞いたのは、それからもうしばらくのことだった。用務員室で、女子のブルマーだか、スカートだかが見つかったらしい。親父は最後まで罪を認めなかったそうだ。学年が変わり、そろそろ進学について考えなきゃなぁ、とか思っている頃、親父が自殺したと、噂で聞いた。自宅で首をくくって、潔白を訴える遺書があったらしい。女の服の一つで人生が変わるんだな。進路のことを考えていた自分は、感慨深げにおた友達と噂していた。数学の教師が首を絞められた死体で発見されたのは、それからすぐのことだ。部屋からは用務員室で見つかった以外の着替え、盗撮らしいビデオテープ、写真などが見つかったらしい。それから、部屋にはセブンスターのボックスの吸い殻があったとのことだった。数学の教師は犬猿者だった。親父も、くわえた箱で化けて出ることないよな。おた友の漏らした一言に、俺は、それはちょっと違うんじゃ、と思った。第5話、ヘビさん。俺が小さい頃の話。母が言うには、俺が3歳の時の出来事だそうだ。少しずつ話せるようになって、まだ嘘もつけないような赤ん坊な俺は、夜中に泣き叫んで母を起こすことが何回かあったそうだ。泣き叫ぶ内容はこれ。ああ、大きいよ、怖いよ、こんな寝言を言うもんだから、母が心配になって俺を起こしたそうだ。そしたら、大きい蛇がいてね、怖いって言ったら、怖くないよって言ってた。と、俺が言っていたらしい。それが何回か続いて、その年の盆に墓参りするため家族で寺に行った時、寺の和尚と父が仲がいいので、ついでに寺院の中に入って、茶をごちそうになることになった。その時、3歳の俺がまた叫んだ。蛇さんだー、と上を指さす。見るとそこには木彫りの竜があった。大きさは150センチぐらい。いつも俺が見てる蛇なのか、と母が俺に尋ねたら。でももっと大きいんだよ。だって、父が寺の和尚、友人、に俺に何かついてないか、と聞いた。そして帰ってきた和尚の返答は、驚くような内容だった。わかんねえ、俺霊感ないし。未だにあの時の真相はつかめていない。第6話、ボコボコ。見える霊能者の人と会ったことがある。当時の俺さ、やたらと電車のホームで線路に引っ張られるような現象に悩まされてて、それで方々巡ってその人を紹介されたんだわ。初対面の印象はただの主婦。でも俺とは目を合わさずに、すぐに足元を凝視されて、足重たいだろ。挨拶と自己紹介の返事がこれ。うんざりしたって顔だったのが印象的だった。とりあえず適当に話し合わせてから、除霊を頼んだ。入って。そうして足を一歩踏み出そうとしたら動かない。消されるのわかってるんだよ。必死にしがみついてる。後ろを振り返りもせずに行った。除霊は最悪な体験だった。お前らが見えるおかげで亭主には逃げられるわ。散々な目に遭ってきた。少し取り立てさせてもらうよ。充血した目を見開きながら、
玩具の剣みたいなのを俺の足元に向けて振るわけね。足の表面がなんかすがるように掴まれてるっつうか、少なくとも痛みがあるのよ。ガチガチ震えながら全部終わるの待っていた。もう大丈夫。どうなったんですか？殴り殺しにしてやったんだよ。あいつら霊魂だから犯罪にもならないし。すっきり爽快って感じの晴れやかな笑顔だった。チンポの先端からちょろろって水分が漏れた。ちなみにその人の除霊は無用だった。テレビなんかで霊能者って見ると、さも悪霊と戦う正義の味方と言いたげなやつか、物言えぬ霊を優しく諭す寛容なやつか。どっちにしても詐欺師にしか見えないようなやつばっかだけど、あれは本物だわ。でも二度と近づきたくない。死後の世界が本当にあるのなら、俺もいつか霊になるわけだろ。その霊を、虐殺して楽しむような奴には二度とご厄介にはなりたくないわ。第7話、古い石。30年前に両親と祖母が遭遇した体験、母から聞いた話。時期は夏、両親は父の実家に帰省していた。日中、父はおじと共にある土地の整地の手伝いに行っていた。その土地は新しく買った土地なのかどうかまでは詳しく聞いてないが、昔から管理してきたような、慣れた土地でないことは確かだと思う。さて整えようかというところで、三人は土地の一角に、大きめの古びた石が鎮座しているのを見つけたそうだ。整地の邪魔になるということで、やむなくおじと父はその石をどかした。夕方に普通に帰ってきて、夜も何事もなく就寝したそうなのだが、問題はその後。深夜、隣で寝ていた父が起き出した気配がして、母は目を覚ました。母が、どうしたの？と聞くと、父は母の方をぐるり、と向いて、水、水。と無機質な声で答えたそうだ。異様な事態に、母は父の肩をゆすりながら、どうしたん？と聞くが、父が答えるのは、水、水。ばかり。何より目が人間の目をしておらず、獣のような眼光を放っていたという。怖くなった母は、隣の部屋で寝ていた祖母を起こしてきてもらうことにした。その間に父は押し入れに入り込んでおり、母と祖母は押し入れの壁をガリガリと引っかきながら、水、水、と言い続ける父を見つけた。そんな状態の父を、祖母は物ともせず支えて立ち上がらせた。その後のことは母は知らない。極度に怖がりの人なので、怖さでついていけなかったのは無理もない。方角的には台所と風呂場のある方へ祖母は父を連れて行ったようである。やがて父の状態が落ち着いたのか、また祖母が父を連れて戻ってきた。布団に寝かせると、そのまま静かに眠りについた。翌朝母は父にこのことを話したが、父は全く覚えていなかった。我が家は両家ともども霊感なので、それの類の話はこれぐらいしかない。おそらくその古い石には、何かがついていて、勝手に動かしたのがまずかったのかもしれない。そういう話は、前々からなんとなくどこかで聞いたことのある話ではあったが、本当のことだとは。古い石の扱いにはお気をつけください。第8話、肝試し。
アメリカに語学留学していた時の話。ホームステイ先の、年上のジョン、亀井、と仲良くなって、休日は大抵ジョンと買い物やゲームをして、暇を潰していた。ジョンは車を持っていたので、いろいろなところに連れて行ってもらってた。ジョンは日本の文化に興味があったようで、ことあるごとにいろいろ聞いてきた。ある夏の日、ジョンが、夏は日本ではどんなことするのか、と聞いてきたので、泳いだり、スイカ食ったり、花火をしたり、あと肝試しとかね、と言うと、肝試しに興味を持ったようで、なんだそれ。なぜ夏の文化なんだ。どんなことをするんだ。みたいにしつこく聞いてきた。だから、夜に幽霊が出る廃墟に行ったりしない、そういうのも肝試しだよ、みたいに説明した。すると、ジョンは、じゃあ今夜、その肝試しをしようぜ。と言い出した。そしてその日の夜、10時頃に、郊外の廃墟に行くことになったわけだ。その廃墟は家から車で15分ほどの距離にあり、数ヶ月前から原因不明だが廃墟らしく、ジョンが車の中で説明してた。外から見ると小綺麗だが、庭などは荒れており、それなりの雰囲気が出ていた。ジョンがマグライトをスワット風に持ち、その廃墟の入り口の戸に手をかけた。入り口は案の定閉ざされていた。面白くなさそうに、ジョンは窓が開いていないかチェックし始めた。すると、一つの窓が開いていたので、そこから侵入することになった。ジョンが先に中に入ると、ベランダのドアを開けてくれた。中は外見よりさらに綺麗だった。廃墟なのか、と思ったが、生活感のある物品が乱雑に放置されている。売り出し中の物件、というわけではないだろう。侵入したリビングから、玄関に出た。洋画でよくあるような、吹き抜けの建物だった。そこに出て、さて、これからどこを見ていくか、と言った矢先、奇妙な音がした。カシャ、カララ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 、カシャ、カララ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 、カシャ、カララララララ、カシャ、俺が、はてな、とあたりを見回すと、その音は階段の上から聞こえてくる。ふとジョンを見ると、ジョンも、はてな、と言った顔で、階段の上にマグライトを向けていた。カシャ、カララ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 。カシャ、また音がした。するとジョンが、逃げるぞ。と叫び、リビングへと走った。俺もその後を追った。ベランダから外に出て、庭から車まで走った。すると頭の後ろの2階の窓がガラッと開いた。カララ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 、カシャカシャ、カララ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 、カシャカシャ、ジョンは振り返ることもなく、車に飛び乗った。俺が助手席に飛び乗ると同時に、ドアを閉める猶予も与えずに、車は急発進した。ジョンはすごいスピードを出して、10分ほどで家に着いた。部屋に戻って、落ち着きを取り戻したジョンに、俺は何を見たのか尋ねた。ジョンは、2階に男がいた。と答えた。なぜ、あんなに必死に逃げる必要があったんだと聞くと、ジョンは少し頭を抱えて考えた後、部屋から出て、あるものを持ってきた。ジョンは父親のリボルバーを持ち、弾倉に弾丸を込める真似をして、カシャッと弾倉を戻し、弾倉の横を引いて、カララララと音を鳴らせた。そして、
無言でカチャリと引き金を引いた。激鉄が、からの断層に勢いよく叩きつけられ、カチャッと音がした。その男が何をしていたのかは、もう聞くまでもなかった。空砲だったんじゃね、と順に聞いたが、マグライトで照らしていた時、弾丸を込めるのが見え、その銃口がこちらに向けられたので叫んだ、らしい。もしかしたら、空砲だったかもしれない。俺たちを狙っていなかったかもしれない。だが、もし本当に銃弾を込めていて、俺たちを狙って引き金を引いていたとしたら、ジョンは一言つぶやいた。車を走らせ出した時、あの家から銃声が鳴ったの気づいたか。それから二度とその廃墟に近づくことはしなかった。日本文化を堪能してもらうつもりが、とんだ肝試しとなってしまった。第9話、死人に鞭。先輩から会社の休み時間に聞いた話を問うか。だいぶ昔のこと、先輩の田舎のおじいさんが亡くなった時の話なんだけど、死因はフグの中毒死。夕食に食べたフグにあたってのことだって。おじいさん一人だったらしく、おばあさんが家に帰ってきた時には、チアノーゼっての、顔が紫で、息もしてなくて、もうダメだ、っていう状態だったそうだ。翌日に通夜で、その次の日に火葬という段取り。当時はちゃんとした火葬場なんてなくって、山奥の焼き場に、親族、知人で遺体を焼きに行く。で、焼けた頃に、また何人かで骨を取りに行くっていう方式だったんだそうな。焼き出したのが結構遅かったらしく、焼ける頃には、もう日も沈む頃。おじいさんの知人の男二人で、シャベルと明かりを持って焼き場に向かう。さあ、骨を拾うかと思ったら、棺桶の灰ばかりで、肝心の骨がない。そんなはずがないって言うんで、よく照らしてみると、灰を引きずったような跡がある。二人はその跡を追って進んでみた。おじいさんがいた。焼き場からほどないところの木の下で、あぐらをかいて、全身が赤黒く焼け、半分すみかし、ところどころ骨の見えた姿で、俺が思うに、先輩が続ける。最初に死んだと思った時、じいちゃんはまだ生きてたんじゃないかな。仮死状態で、焼かれている途中に、息を吹き返しちまった。そして焼かれながらも、なんとか棺桶から這い出し、その木の下まで行ったところで力尽きた。想像を絶する光景だ。当時は医学もまだ進んでおらず、ましてや田舎のこと、そういうこともあったのかもしれない。何にせよ、このままではいけない。一人の男がもう一度焼き場に戻そうとした、その時だ。キー様ー、死んでまで人様に迷惑かけるかー。もう一人の男が持っていたシャベルでおじいさんの体を打ちのめした。そして焼き場まで、蹴り倒すように運んでいったんだ。どうやら亡くなったおじいさん、金貸しをなりわいとしており、それもそのやり方がかなり悪毒。ご近所さんは愚か、近隣でも有名な人だったそうだ。土地狂った男も、これで綺麗さっぱり縁が切れる、そう思って骨を拾う役を買って出たのかもしれない。俺が怖かったのは、先輩がこの話を休憩時間の笑い話、として話したこと。なんでこの話を自分が知ってるかっていうと、さっきの、
じいちゃんを叩かなかった方の男が、それから何年かしてから、自分が死にそうになった時に、とうとう墓場まで持っていけず、ばあちゃんに、実はこういうことが、って話したんだってよ、あはははは。は。で、もちろん、話を聞いた俺を含め、誰一人愛想笑い一つできなかったんだ。第10話、チンピラ。チンピラやってる友達 S が、チンピラ仲間の友人に10万円ほど金借りたんだわ。ちなみに俺は足洗って今は真面目にリーマンやってる。ところがその借金相手が、返済期日前にバイクで事故って死んじゃったんだと。S はというと、仲間が死んだのは悲しいが、借金相手が死んじまったんだから、金も返さなくていい、儲けた、なんて思っていたらしい。そしたら四十九日終わった晩に、借金相手の死んだ友人が枕元に現れて、襟首つかまれて、いつまでもとぼけてんじゃねえよ、俺が死んだからって、借金がチャラになるとでも思ってんのか。と言われて、ぶん殴られたんだと。そのことを俺に話しに来た S の顔、確かにあざになってたわ。その化けて出た借金相手は、俺のお袋に、俺が貸した金、全部返せや。そうしないとまた出てやるぞ。と言って消えたんだと。S 曰く、幽霊なんてただでさえシャレにならんのに、それがチンピラの幽霊だと、もっとシャレにならん。と言ってた。第11話、変わりよう。私が中学生の頃の話です。私が住んでいた田舎の町には、ある新興宗教団体の本部があります。御殿のような金ピカの、趣味の悪い本部施設には、幹部格の信者とその家族が、何十人か住んでいました。信者たちは地元からはかなり浮いた存在でした。信者の子供たちは、地元の小中学校に通っていました。私は中学校に入学して、信者の子である、A ちゃんという女の子と同じクラスになりました。最初はちょっと近寄りがたいような気がしていましたが、話してみるとおっとりした普通の子でした。信者の子ということで、他の同級生からは避けられていたので、友達は少なかったみたいですけど、A ちゃんは夏休み明けから学校に来なくなりました。私は少し心配していたのですが、担任曰く、信者の子にはありがちなことだそうです。教団の学習施設みたいなところに通っている、という話も聞きました。2年生に上がっても、A ちゃんは一度も学校に来ず、不登校状態のまま、1年以上が経ちました。3年生になって、突然、A ちゃんが再び登校し始めました。1年半ぶりに見る A ちゃんは、1年生の頃のトローンとした雰囲気が消えて、背筋がシャキッとしていて、真面目っぽい雰囲気が漂っていました。随分変わったなぁと思い、驚きましたが、学校に来ない間も元気に過ごしていたようで、よかった、とその時は思ったのです。でもだんだん A ちゃんに違和感を持つようになりました。メガネをかけているところは同じなのですが、よく見ると顔の形が私の記憶と違います。3年生の A ちゃんの方が、どう見ても美人です。それから A ちゃんの成績が極端に悪い、ということを知りました。1年の頃も、
テストの点の見せ合いなどしていたのですが、その時は中の上くらいだったはずです。ところが3年ではテストはほぼ白紙、軒並み10点前後で、優等生然とした雰囲気とは裏腹に、学年最下位レベルになっていました。学校に行っていなかったから、と彼女は言ったのですが、それにしてもここまで悪くなってしまうものなのかと思いました。決定的だったのが、A ちゃんの話すことがパターン化していたことです。とにかく同じ話を何回もします。就職の就っていう漢字を書くのが苦手なの、とか、その話は前に聞いたよ、と言うと、そうだったかなぁ、覚えてないよー、と返すのもいつも全く同じで、気味が悪かったです。思い切って担任にそれとなく話してみました。どうも今の A ちゃんは前の A ちゃんと違うような気がすると、てっきり笑い飛ばされると思ったのですが、担任は、〇〇さんはそう思うんだねー、などと、とぼけたようなことを言っていました。その後すぐに A ちゃんは転校しました。突然転校するのも信者の子にはよくあることだそうで、しかもクラスでは存在感のない子だったので、話題にもなりませんでした。私が担任に話したからではないかと思って、怖くなったのですが、どうやらその通りだったようです。担任が私にだけ話してくれました。調べてみたら、やはり、学校に来ていたのは A ちゃんではなく、違う人だった。以前の1年生の頃の A ちゃんは、本部施設にいて、無事保護されたが、もうこの学校には来ない。違う人、とは、一体誰なのか、以前の A ちゃんは本部施設でどのように暮らしていたのか、二人の A ちゃんはどこへ行ったのか、そもそもなぜ別人が A ちゃんの名を語り、投稿していたのかなど、先生を質問攻めにしましたが、一切答えてくれませんでした。大学生になった今でも、A ちゃんたちのことをよく思い出します。多分二人とも、今幸せに暮らしてはいないと思います。第12話、カンボジアのおっさん。カンボジアのアンコールワット周辺での話。ややマイナーな遺跡で、疲れてたから、遺跡の上に座り、休んでいた。そこは、あまり観光客はいなかったな。日本語ですみませんとか言われて起こされた。おっさんだった。その人曰く、仕事でカンボジアにいるんだけど、日本の身内に手紙出したいから、この手紙日本に帰ったら投函してくれ、とのこと。そんなのカンボジアからでも出せるじゃんと。不審に思ったけど、感じの良さげなウホッだったから、まあ、カンボジアの話聞こうと思って、その手紙受け取ったよ。おっさんとはシェムリアプの町に戻って飯食った。帰国後、切手買って、手紙投函した。切手代は飯おごってもらったから俺が出した。おっさんは物知りで、クメール人の悲しい歴史とかの話を聞いた。手紙出すとき、一応俺の住所も書いといた。数日して、おっさんの身内の方から連絡あった。名前は言えない。おっさんは、とうの昔に現地の事故で亡くなっていた。手紙は生前のらしい。身内の方に説明を求められたが、返信で、俺の見たことをありのまま書いた。それきり身内の方から連絡はない。怖い話かわからん。
あのおっさんが死んだという人とは別人で、何らかの訳があって、その名を名乗ってただけなのかもしれん。でも、安易に知らない人から頼まれごとは受けない方がいいな。第13話、来客。今年入ってからの実は、土曜日の夕方、家でゴロゴロしてたら友人から電話が来た。今駅にいるから、来てくれないか、そして、今晩うちに泊まってくれないか、とのこと。暇だしいいか、ってことで、支度して駅に向かった。友人邸について話を聞いてみると、友人がバイトを終えて帰宅中、髪の長い白いワンピースを着た不気味な女に声をかけられたとか、その女は、道を尋ねたい。と言い、友人がどこに行きたいかを聞くと、友人のアパートの部屋だったらしい。部屋番号から何まで一致していたとか。で、知らないと言って逃げてきたけど、一人で家にいると怖いから、誰かと一緒にいたいとのこと。友人のアパートに来たけど、特に変わった様子もなく、部屋も特に誰かが入った形跡はなかった。その日は友人宅でテレビを見たりしてゴロゴロして過ごした。外に出るのが怖いとのことで、食事は出前だったが、そんなこんなでお互い寝てしまった。深夜の4時くらいかな、喉が渇いて俺だけ目を覚ましたんだ。そしたら玄関の方から、コン、コンって、ドアをノックする音がした。最初は隣の部屋の人かな、なんて思って開けようかと思ったけど、よくよく考えたら、こんな時間に来客なんておかしくないか。もしかしたら友人が言っていた、昼間の女じゃないか、と思うと、怖くなってそのまま無視して寝た。翌朝起きると、当然だがノックの音はなくなっていた。ノックの話をしても友人を怖がらせるだけだから黙っておくことにした。今は友人は特に何もなく普通に生活している。第14話、地下の住人。昔、排水管の点検するアルバイトしてた。地下に潜って管に異常はないか調べる仕事。ちょっとした冒険みたいで、毎度ワクワクしながら働いてた。まだ始めたての頃、管に潜ると、人がいることがあるから気をつけろって先輩に言われた。人を見つけたら、まず声をかけて、何も言わず逃げていく奴は、絶対に追うなと。何度か潜って分かったけど、場所によっては人が住めるような感があって、住み着いてる不老者に遭遇することもあった。不老者はまあ安全なのだけど、その頃はまだ左翼の過激派なんかがぼちぼち活動してた頃で、過激派が居住してたらしき跡も見つけたことがある。今思うに、結構危険な仕事だった。10メートルも潜ると完全に真っ暗で、正直言って心霊的にもかなり怖い。一度、奥の壁全面に、みっちりお経みたいな文字が書かれていたことがあって、戦慄した。そんなこんなで楽しく働いてたある日、川にある、あの横穴から中に入ってく仕事が来た。このタイプの管は最深部まで行くと、排水管の合流点にたどり着くことがある。いろいろなとこから水がぶわって流れてて、中には巨大な滝もあって、絶景の一言に尽きる。それを見るのが楽しみで、勢いよくと中に入っていった。20メートルくらい進んだところで、
奥に人影らしきものを発見。そこで何してる？と早速声をかけたけど、返事がない。そこは増水したら水が流れるし、まず人が入り込むような場所じゃない。ゴミでも詰まって見間違えてるのか、それとも何か悪さしようとしてるんじゃないかと、とにかく確かめることにした。近づいてみると、やはり人間っぽくて、微妙に動いてるから、おい、危ないから出ろ、と、声かけながらさらに接近。すると向こうも奥の方に逃げていく。なんか金属で壁を叩くような、妙な音させながら。ちょっと仕事に慣れっこになってた俺は、捕まえてやろうと追いかけた。けど、気づいたら合流点の手前まで来てて、危うく落ちるところだった。その上、人はどこにもいなくて、滝の音と、キンキンって音だけがこだましてた。慌てて逃げ出して入り口で見張りしてた先輩にそのこと話したら、だから追うなって言ったろと叱られた。他にも何人か見た人がいるらしくて、業界じゃ有名な話だったらしい。俺はそれで潜るのが怖くなってやめてしまった。です。面白かった。ただ、川から入った排水管の先の合流点に落ちる、というのがよくわからない。川という一番低いところから上がっていくと思うのだが、俺も詳しくはわからないんだけど、町に溜まった雨水を川に流す管と、川に溢れた水をどこかに流す管があるらしくて、山に面した住宅街とかに結構ある。他は職場の人から聞いた眉唾者の話しかない。地下鉄のトンネル掘り現場で、土偶や壺と一緒に人骨が出てきて警察に連絡したら、大学に回した方がいいだろうと言われて、寄贈した大学側で年代測定をしたら、現代人の骨だったとか、星と何かの絵柄が書いてあるマンホールは、宮廷軍時代の地下施設に繋がってるとか、そんなのばかりだ。第15話、祠に夢中。小学3年の頃体験した話。俺が通っていた小学校には裏山というものがあるんだが、人が入れないようにフェンスが張ってあった。ある時俺の友達の A が、探検ごっこかなんかの遊びで、フェンスに家から持ってきたペンチで穴を開けて、山の中に入った。俺も面白半分で中に入った。入ってみると、中は竹がすごく生えていて、昼間なのにすごく薄暗かった。奥に行ってみると、広い場所に出た。その真ん中に小さな祠、この辺りはあまり覚えていない、みたいなものがあった。A は、なんだろう。とか言いながら、そばにあった木の棒で祠をつつき始めた。俺はなんだかすごく気持ち悪くなって、A の服を引っ張りながら、帰ろうよと言った。だがそんなことで帰るような A でもなく、俺も一人で帰るような勇気はなく、結局薄暗くなるまでその場所にいた。A はその間、ずっと祠を触っていた。俺的には、怖いのは祠じゃなくて、A だった。第16話、山奥の祠。ずいぶん前だが、一人旅をしていた頃、山奥のしなびた感じが好きで、道の許す限り車で入り込んだりしていたが、やたらと入り組んだ山道にはまって迷った。貧乏でナビもなく、地図は縮尺が荒くて使い物にならない。
おまけに天気も荒れてきて、山にもやがかかって見通しも悪かった。最悪、一晩過ごすかなぁとのんきに構えて、勘に任せて走っていたら、唐突に集落に当たった。小さいながらも畑もあって、生活感はある。こりゃラッキーだわと人を探しつつ、ゆっくり走っていくと、右脇の斜面で、何やら作業しているおっさんがいたので、道を尋ねた。おっさんが言うには、このまま道を登っていけば、峠伝いに山向こうの県道に出られると言うんで、礼を言って、谷沿いの細い道を走った。でも、行き止まりになってしまった。道が途切れたところは、やや広くなってたんで、かろうじて U ターンはできたが、急斜面に粗末な祠があった。覗いてみると、テッカテカに磨き込まれた、楕円形の扁平な石が祀られていた。何やら難しい経文みたいな文字が、内側の板壁に墨でびっしり書いてある。薄気味悪いなぁと思いつつ、引き返した。見かけたらおっさんに皮肉の一つでも言ってやろうと、集落に戻ると、おっさんがこっちを見下ろして、何とも言えない薄ら笑いを浮かべていた。ムカつく代わりにものすごい悪意みたいなのを感じたんで、黙殺して通過した。苦戦した末に、なんとか迷路みたいな林道の巣を脱出したが、あれから体調が全く芳しくなく、遠出もしていない。正月に例年通り家族で寺に行ったついでに、いきさつ話したら、1年間肌着を預けろと言われた。あやなんだったんだろうか。第17話、創造妊娠。母親が我が家で助産院やってた頃の話。妊婦検診に来た人の中で、変な患者さんがいたそうな。妊娠してないのに、検診に来ていたらしい。お母さんが何度もカウンセリングをしていた。どうやら不倫相手に捨てられて病んじゃったらしく、何としてでも不倫相手の子が欲しい。という気持ちが強すぎて、想像妊娠状態に陥っていたみたい。で、毎回来るけど、もちろんエコーしたって何も映らない。ただ、お腹は膨らんでいく。父も春。ある日突然、我が家の玄関先で産気づき、そのまま出産。自分で赤ちゃんの人形、ポポちゃんみたいなやつ、押し込んできたみたいで、下半身がなんとも悲惨なことになっていたとのこと。女ってここまで悲しい生き物になれるのか、って思った。第18話、カーテンの隙間。5歳くらいの頃の話、夜に目が冴えて寝れなくなり、ぼーっと起きてた、ふと窓のカーテンの隙間、3センチほど、が気になりだし、しばらくその隙間を見てた。すると突然窓の向こうに人の顔、それも滑らかに押しつぶされた形で、が、にゅっと現れた。何やら喋っているらしいが、窓の外側なのでよく聞こえない。怖くて潜り込んだ布団の隙間から、恐る恐る覗く。潰れた顔と声を観察しようとした、その時。窓の内側のカーテンが少しずつ動き始め、滑らかに押しつぶれた顔の全体が現れ出した。もうそのまま布団に潜り込み、朝まで顔を出しませんでした。もちろん朝になってカーテンを見たところ、お約束通りしっかりと全開でした。夢だとしても閉まってたカーテンが朝全開だったのは不思議なり。
本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。